iPad っていろいろ種類があるけど、今どれを選ぶのが一番コスパいいの？ズバリ結論、 iPad Air 4の中古モデルです。 iPad Pro は近年本当にプロ向けの超高スペックな端末になっているので、普通の人が買う理由はちょっと薄くなっています。唯一画面のリフレッシュレートが 120Hz に対応しているので、絵を描く人やゲームをする人にはおすすめの端末です。ただそういった特殊な用途を除けば、ほとんどの人は iPad Air で大丈夫。最新の iPad Air 5もいいんですけど、最近の円安によってかなり価格が上がっちゃってるので、一つ型落ちの iPad Air 4が狙い目かなというふうに思います。対応している周辺機器も Apple Pencil 第2世代マジックキーボード対応と iPad Pro と全く同じです。それでいて価格が5万円程度で購入できるんで、初めての iPad を迷った方は iPad Air 中古モデルを探してみてください。中古 iPad を買うときはできるだけ保証があるお店で買うことをお勧めします。僕自身はソフマップやジャンパラというお店をよく利用しています。ぜひ参考にしてみてください。